スタッフのチャーリーです。チャーリーでカウントです。はい、店長のユタです。はい、今日はよろしくお願いします。この辺とかめっちゃいいよね。これは本当にこれめちゃめちゃいいんですよ。色の体色も含め、うん、サイズ感も含め、うん、これクリムトっていう画家が描いたやつ。はい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 、あのジャミロクワイ、ジャミロクワイをあえてジャパンツアーで、いや最高でしょこれ。99年のこれめっちゃいいな。うわめっちゃいい。他にも、はい、チャンヒでおすすめ、まあ、シャツとか、はい、シャツとか、はい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 、長袖半袖いっぱいありますけど、そうですね、どの辺いきますか。アウター、はい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 、あるなるほどね、うんはい、ライトアウターとか、はい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 、その辺なるほどね、いきましょうか。あ、結構俺シャツで気になってるのが、はい、なんかねこの辺、はい、これは、まあ、ラルフが多いのかな。そうですね、上の段はシンプルな単色のシャツで、はいはいはい、まあ、2段目がデザイン系のサンドカラーと、はいはい、あとボタンが隠れてるようなタイプのやつで、はい、下は、まあ、総柄、うん、柄メインで、うんはいはいはい、という感じのシャツのラインナップです。こっちは長袖のシャツが、はい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 、このシャツはどんな感じのこだわりがあるんですか。そうですね、あんまり他で見ないような、はい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 、トプレだったら例えばリネンだったりとか。リネンなんだ、はい、100% リネン、はい、めっちゃいいな、はい、はいはいはい、でまあ下だったら、まあ、広げてみると分かるんですけど、うん、こういう感じの、あ、なかなか見ない、ここにデザインが入ってて、はい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 、はい、でサンドカラーでちょっとモードっぽい匂いは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 いやつだったり、確かに、はい、でこれも総柄なんですけど、うん、ウエスタンであったりとか、うわめっちゃいい、はい、結構なかなかあんまり見ない、はいはいはい、はい、サイズもタイトな、うん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 、はい、いや、いいのものを結構多く入れてまして、うん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 、じゃあまあデザインだったり、あとはまあ素材、まあ、リネンとか、はい、レーヨンとか、はい、ちょっと高級感のあるシルクとか、はい、シルクその辺をメインで入れてるっていうのは、はい、めっちゃいいな。ちょっとこれちょっと気になるな、はい、サイズも良さそうだ、ね、はい、ちょっとこれ着させてもらっていい、はい、はい、あ、そうですね、やっぱね、このリネンのこの涼しげな感じと、うん、リネンの良さは、うん、吸水性もあるんでサラサラ着れる、はい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 、いいですね、いいな、ああ、サイズ感もいい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 、いや、めっちゃいい、はい、あ、こなれ感出るよね、リネンは、うん、いいなぁ、まあ、白でもなく、はい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 、色だと、うん、なんかストローみたいな色、あの麦わら帽子とかによく使われるような色、はい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 、とかはやっぱりちょっと他と差が出る、いや確かに、いやこれマジいいな、はい、うん、これかっこいいな普通に、いやいいな、まあ、これも秋口でも、ね、そうです使えるし、まあ、夏はね中にタンクトップ入れて、そうでも、まあ、涼しく過ごせるかなっていう感じで、まだまだ夏は長いんで、はい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 、うんうんうん、まあ秋も使えるしね、やっぱ使リネンは結構使える時期が長いから、はい、いいよね。そうですね、まあ、昔の人は本当に、まあ、だいぶ昔ですけど、はいはいはい、あのリネンのやっぱり素材のものを着てたんで、はい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 、世界最高だって言われてるぐらい、ああそうなんだ、はい、へえこれいい、オールシーズンいけます、いやこれいいな、ちょっとこれは、まあ、まさにコーナーですね、はい、まさにコーナー、そうです、ね、ちょっと他にもこのウエスタンも気になるんだよな、サイズ的にどうかな、いけそう、いけそうですね、あ、ちょっとそれも着てみたい、はい、これも着てみたいな、いや、いいっすね、はい、あなかなかデザインが、うん、パンチ効いてるよね、パンチ効いてますね、あ、ジャストくらい、あ、でもかっこいい、はい、あ、いいな、はい、へえ、これ普通にいいわ欲しい、これ普通にかっこいいわかっこいいっす、ね、あんまり柄物着ないけど、はいはい、まあ、これボディの色が、まあ、ブラウン系、はい、そうですね、で、まあ、プリントも白だし、そうですね、総柄だけどそこまで派手ではないから、はい、落ち着いた色味の、落ち着いた色の総柄だから、これはこれで着やすいよね、はい、うん、これかっこいいな、はい、ブーツにも、はい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 、ね、今日はウエスタンブーツ、はいはい、間違いなく
いや、かっこいいな、これ、普通に、はい、まあ、めっちゃいい。で、サイズも完璧だね。完璧です。ああ、え、いいな、これ、はい、いや、これも欲しいな、これもいいな。いや、これもコーナーっすね、はい、これもコーナー、はい、ああ、まあ、あと、はい、気になるのそれか、これも気になるんだよね、はい、これは、そうっすか、いけますね。うん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 、いや、すげえ柄だよ、はい、ちょっとなんか夜感がちょっと強くなるかもしれないですけど、なるほど、はいはいはい、でも素材も含め、はいはいはい、ちょっとベロアっぽいかもしれません。うんうんうん、この辺やっぱワンスで押していきたい。そうですね、あ、柄、アイテム柄をちょっと取り入れていくっていう。いや、悪いな、なんか中が青だからめっちゃ悪いな。でもおしゃれだな、ないよね、うん、シャレ感は出るね。まあ、冬とかは本当インナーに入れて、はいはいはい、襟から見えるような、なるほどね、また使い方もできるんで、うんうんうん、はい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 、まあ、でもこれ結構でもありだな、はい、やっぱサイズはこの感じがね、やっぱ多いね、はいはい、うん、タイトめなのが多い、うんうん、いいサイズですね。え、たまんねえな。まあ、ほぼガラシャツ着ないけど、はい、レアですね。レア、あんま見られないですけど。もうなんか歌舞伎町のニュースもね。いるかな、うん、いや、でもこれちょっとな、俺はちょっとあんまり着れないと思うな、はい、この辺はすげえよかった、はい、まあ、インナーとして使ってレザーとか、あー、なるほどね、襟チラ見せぐらいで使うみたいな、はいはい、使い方、はい、それはそれでかっこよさそうだね、はい、うん、いや、でもこれもいいな、なかなかいいですね。でまだちょっとね、長袖で気になるのあるんですけど、はいはい、ちょっと、はい、普通にこれ欲しいなみたいなのが、これかな、はい、これね、やばいですね、あ、これやばい、なかなか、はい、これは今キューバ、はい、キューバです、キューバシャツね、キューバの長袖の黒、はいはいはい、うん、これいいよね、長袖自体がまあそんなにないのと、はい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 、でプラス黒っていうのと、うん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 、まあ市場にはあんまり多くはない、はいはいはい、でサイズ感もしっかり70年代で、たまらんね、はい、ちょっとこれ着させてもらっていいですか、はい、やっぱキューバ結構でかくてボックスのやつ多いじゃん、そうです、やっぱりあのいろんな古着屋さんにあるのはやっぱ大きめの、はい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 、大きめの半袖だったりなんですけど、やっぱりここからちょっとかぶりたくないっていうか、はい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 、天の弱精神でタイトの黒の長袖、そうですね、これマジ完璧な、いや、マジで完璧だわマジでかっこいい、はい、いや、かっこいいな、いや、これマジいいわ、そうです、黒のキューバの長袖、いや、たまんないね、いや、大人のサイズ感だよね、しっかりちょっと置きたくて探してきました、ね、これはもうどうしても入れ、はい、入れたくて、入れたくて、あ、キューバかっこいいな、まあ、なんでかっていうと自分が最近キューバシュ買ったんで、はいはいはい、なるほどね、それこの良さをやっぱ伝えたい、はい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 、いや、大人だよね、やっぱ、いや、このサイズで長袖ってマジ見ないの、はい、これかっこいいわ、はい、意外と後ろが超かっこいいね、あのボタンもあって、はい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 、でここにラインもあって、うん、キューバならではの装飾がバッグにもある、はい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 、これかっこいいわ、でそんなにうるさすぎない、確かに確かに、うんうんうん、まあ、柄も派手すぎないというか、はい、うまあ、ここにがっつり刺繍あるやつもあるしあります、まあ、それはそれでありなんだけど、はい、ちょっと大人な雰囲気、ちょっと色気みたいなのを出したいなら落ち着いた感じの、ね、この辺がおすすめって感じですね。やっぱちょっとモードの匂いもするんで。あ、確かに。うんうん、そこが。うん。やっぱこのね、サイズ感だよね、はい、やっぱり押したいのは。これめっちゃいいな。いや、これはもうもちろんコーナーっすね。はい、もちろんコーナー、はい。他なんかおすすめのシャツみたいなありますか？他おすすめのシャツは結構。はい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 、かなりデザインが効いてるシャツでいう、はい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 、これですかね、何ですかこれはこれは、もうこれ総柄と思いきや、うんうん、これ穴開いてるんですよ、どういうこと、これこのファブリック自体が、あ、これ全部穴なんだ、はい、穴となって、いやー、やってますな、はい、やってますな、これ自体が
はい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 、もう全て穴になってるんで面白いな、はい、通気性抜群ですちょっとこれも着させてもらっていいですか、はい、これも、まあ、そんなにオーバーめでもなく、はい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 、ジャストちょいゆるぐらい。ああ、なるほどね。そうですね、まあ、これもあの古いものではないけどって感じですか。そうですね、そんなに古いわけじゃないんですけど、まあ、デザインが、まあ、デザインがいいよねみたいな。ヨーロッパからはい、はい、入ってきたものです。かっこいいな、はい、すごいなこれ。あ、こんな感じ。はい、はこれが全部穴なんですね。そうです、穴ですね、これは。これすげえな、はい、はあ、すごいなこれ、はい、このデザインえぐいな。えぐいですそれはまあでも面白いね。面白い、面白いな、うん、すごいな。これ言うたらヨーロッパ。ヨーロッパです、はあ、これいいっすね、はあ、いや素敵、面白い、こういう面白いものがやっぱ入れたいみたいな。入れたいです。あ、なるほどね。いや、かっこいいじゃん。いや、いいっすね。いや、いい、いい、めちゃめちゃいい、はい、はい、いいっすね。でちょっとズボンもね、はい、ズボンも気になるんで、はい、ズボンは店長のゆたに、はい、ちょっと聞きたいな。パスします。はい、ゆたにお話しても、はいはい、聞きたいと思います、はいはい。僕はあんまり細めあんま着ないです。ああ、なるほどね。フィットするときには結構太め、はいはい、ノーマルじゃないんですけど、うん、定番の王道スタイル、はい、まあ、こうカラー系のものが結構おすすめ。そうです。確かにこの辺とかマジで見ないよね。そうです、カラーがあんまり入ってこないです。はいはい、ちょっと着させてもらって、はい、どうぞ。なるほどね。あ、いいな。あ、めちゃめちゃいいよ。一番似合う一番似合う